から勉強すれば勉強するほどほら疑問が湧いてくるわけだ。が、なんだとこうなって追求して結果だん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 いろんなことが分かってきた。うちのね家計はどちらかっていったらこの緊急向きの人が多かった。だからうちのじいさんなんかも何物と握ってね、何年わし小さい時にね、はい、何年何やってると思ったら右を荒廃しちゃったのよ。で自分が7年かけてその南部ストネギってこれ農林省の登録になってるんだけども、はい、そういうのを作ったり。なんでリンゴをこだわったかっていうと、うん、学校あってアメリカ行ったのね。うちのアメリカって言えばねまだね日本は憧れの地でもあったのよ。これアメリカ見ないと世の中見たことにならないと、ただで行く方法ねえかなと思って探したら農業研修っていう制度があるから、うん、今度はアメリカの1年リンゴ試験場にちょっとこれリンゴちょっと勉強しないねと思って研修生で入って、うん、それで1年間勉強して試験受けて受かって行けたのよ、うんうん、向こう行ったらちょうどオレゴンだから寒くて富士山に似たあれがあって、ね、うん、そこで働いてたのよ。朝ぐわーっと音で目覚めだったのよ、うん、びっくりして、なんだこれと思ったらね、まあどう言ったら飛行機がね3-40m そっちに飛んでるわけだ。水田に飛行機で種をバーンとばらまいて、それが昭和46年だよ。もうすでにもうアメリカはそういう時代なのよ。あれこれはアメリカのこの広さにはこういうもう広さとこういう技術をやってこうやって広やってるところにはこれ何倍っても勝てないと思った。ベーコンだとかね、その当然日本にないいわゆる今のソフトクリーム、日本なかったのその時、いやこれはうまいもんだなと思って食ったでしょ。それじゃ今度はこうしなくなってたのよ。今考えてみればその食い物が悪いんだよね。今俺医学の解剖学なんか勉強して分かったのが、その先生がねだって俺の悪いとこ指摘したったんだよ、そしてあなたは農業は向かないと、自分は向かないっていう話いただいて、青春が真っ暗からになったのよ。3ヶ月入院したんだけども、医者日本に帰っててね、はい、治らなかったの。これから医者ダメだと、だったら東洋医学勉強してみようと思って、その東洋医学の本を書いてる先生を三島さん訪ねて行って、そして断食せという話になったのよ。すぐ甲府に断食どこで終わったから、そこの甲府に行って1週間断食したのよ。そうしたら医者に聞いたんだよ初めて。あ、食い物はこれ。そしたら断食したらね、最後になるとね、もう体力がどんどん出てくるとね、めまいとかね、こう寝てても、それで豆乳だったか味噌汁だったかいっぱい飲んだらパッとそのめまい止まったんだよ。それで、あ、これは食い物っていうのはすごいもんだなと思ったの。それから今度はいい薬になるものを作ろうっていう、そこから発想になったの。どういうふうにどういう肥料の鍵が出したらそのいいものが薬になるみたいなリンゴが取れるかっていうのを俺研究したの。まず地球の成り立ちから勉強しないねえのね、地球っていうのは石の塊だった。昔は雨降って海ができて、でそこからその時は月が、と近くにいたわけだ。波が押し寄せたり引いたりして岩盤をこう砕いていったわけだ。でそこにその石のミネラルが溶け込んできて、微生物とあのこう単細胞微生物が、まあ、に地球上に発生して、死骸とか分泌物とかそれから石の砕けた粘土とかっていうのがこう混じり合って、そしてだんだんに海から陸に上がる生命が誕生してきたわけだよね。でそうやって土ができたっていうことは、石が基本にならなくちゃなんないの。石を徹底して石の加工岩、最初ね石安山岩っていうね石をあの畑に前だったの。ほいしたらね、それをちょっとこう試験してねやったらね、今までにね味になったの。これはすごいなと思って、そして3年4年経ったらね、どうもこう甘くなりすぎるのね。ああ、これはミネラルの偏りだなっていうのが分かって、
で今度は加工岩に切り替えて、で加工岩を今度は3種類ぐらいプリントしたのが手に入って、そして やったらね、全く違うもうものすごい香りのするいいリンゴができてきた。これは日本は独自な方法で生きていかないとダメだっていうんで、俺発酵した全部発酵を、あの有機物を菜種かす、油かす、大豆かす、ふすま、この米ぬか、こういうのを発酵させて、それか魚かすをちょっとタンパク入れて作り出してやったのよ最初。生物にとってはね、あの栽培する人にとっては、でこれをピシッと整えて、そのカルシウムとマグネシウムをどういう種類を使うかでやって、ようやく貝化石とか、あのマグネシウムはそのドイツの鉱山から取った、これそれ使い出したら今度は甘みと酸味と香りがパーンとものすごい匂いがするようになってきたの。ヨーロッパは第一はカルシウムなんだ、ほとんど。だからすっきりでしょ、何億年って何万年ってかけて、あえて遺伝子が改良されて大きくなってるわけだ。いや日本は梅雨はってみんなカルシウムでなんてみんな流れていってるでしょ、甘みも少ないしパンチ力がない。本当にじゃあパワーがあるのは何だかっていう、じゃあそっちの方をほら実験したわけだ。リンゴはだいたい 3.8 ぐらい、ここはおそらく俺日本人だと思ってるのよ。そこ、ここのね、これが噴火してこう流れてきて、こう下のがね岩盤なんだよ。でね、ここにこういうふうに川がずっとこうあるんだよ、こうこれ。でね、これはね噴水から行くとね竜の下って言われてんだよ。でここはね、あの木の集まる場所だってこういう。リンゴはね特殊なのよ、これ吸った時に分かるけども、吸ったらね果物の中でリンゴ吸った状態がリンゴみたいになるのがない。リンゴはこういうものだよってね、一日一個はリンゴ医者いらずっていうのは意味はこういうことだよっていうことをね、きちっと教えてね、やれば料理もまた一つグレードアップして幅広くなる、深くなる。作物で健康になると、それには本当のいいバランスのいいものをやらないとね。でも医者ともちょっと提携しながら、そしてこのリンゴをまあ普及させながら、リンゴを中心にして本当にいいものをやって、それで健康になる、一つの健康道場みたいなのね、本当の、あの自然に、あのしかもこれ誰でも誰でもそこへ行ったらできるようなことを考えてんだよ。例えば1000円で行って、それをやると、だからそうするには教える、そういう生徒をちょっと指導してやってみたいなのもできる。